通信基地という使用目的だが、米陸軍は頻繁に、トリーステーションでの吊り下げ訓練を行っている。沖縄トリーステーション第一特殊作戦航空部隊、第一大隊が CH-46EC ナイトヘリからジャンプ。普天間海兵隊航空基地所属のヘリ HMM-262 のフライングタイガーから、トリーステーションとは、 沖縄県読谷村にあるアメリカ陸軍の基地、鳥居通信施設とも呼ばれている。鳥居ステーションは、その名の通り、基地のゲートにそびえ立つ鳥居が、名前の由来であり、この鳥居が基地の象徴となっている。使用部隊名、米国陸軍10支援軍司令部、米国陸軍第一特殊部隊軍第一大隊第500軍事情報部隊を沖縄支所。 在日米陸軍通信部隊通信大隊、米陸軍、トリーステーション基地管理本部使用手目的、通信所1986年9月、陸軍第10地域支援軍司令部が、マキコ補給地区から移駐してきたことにより、在中米陸軍の上級司令部となった。1990年10月、第1140通信大隊の要因、物資の一部が、 同施設に移動し、米陸軍宇宙部隊の移動通信衛星管制ターミナルとリー通信施設、文献隊が形成された。米軍の西太平洋地域における戦略通信網の最重要施設となっている。返還協定での使用目的は通信所となっているにもかかわらず、米陸軍特殊部隊第1特殊部隊第1大隊の390人が、 基地の護衛を名目として駐留している。施設の鳥居ビーチは、4軍のビーチとして利用され、年に数回のビーチ一般開放日がある。1944年4月1日、戸口上陸地点1945年4月1日、米軍の沖縄上陸地点となる。8月から通信施設、車両重機整備場、軍需物資集積所として使用。 1952年2月14日、ソベトリーステーション建設で強制接種。ソベク住民の立ち退き命令。1953年8月13日、ソベ戦略通信所建設で強制接種。都口区住民の立ち退き命令。1972年5月15日、沖縄返還協定で、ソベトリーステーションとソベ戦略通信所が統合され。 鳥居ン通信施設として提供開始。1973年9月15日、旧ソベ戦略通信所のアンテナ地区の大部分131万5000平方メートルを返還。返還地の一部は古方小学校用地に。1977年5月14日、2万7000平方メートルを返還。1979年10月31日、 14000平方メートルを変換。1981年3月26日、大社として6820平方メートルを追加提供。5月7日、消防施設等として1000平方メートルを追加提供。1984年3月、陸軍第一特殊作戦部隊再配備開始。1986年9月、 陸軍第10地域支援軍司令部が、牧港補給地区から移転。1988年5月、衛星通信施設を建設。7月3日、駐車場と倉庫建設のため、木人工作地の明け渡しを要求。1999年3月31日、約3万8000平方メートルの返還。1973年9月15日、 米軍は南側に隣接する、都口、古方地域、旧ソベ戦略通信所のアンテナ地区の大部分131万5000平方メートルを変換した。1945年4月1日の米軍上陸地点であったため、村は壊滅的な被害を受け、都口住民は1949年に、やっと既存許可が下りて、一旦既存するが、1953年に、 土地収容令によって土地を再接収され、1954年の1月から、ヒジ西原地区にやむを得ず集団移住することになった。1973年、旧ソベ戦略通信所の部分変換が決まった。復帰先地公共施設整備事業を指導し、都口の住民の寄贈はそれから3年ほどかけて可能となった。トリーステーションのある海域は、 米軍の訓練海域ではないにもかかわらず、近年、吊り下げ等や落下等の事例が多く報告されている。また、中部地域の基地が密集している地域のため、汚染や渋滞問題の解決が望まれている。すぐ北側には、人気の観光施設ともなっている都や漁港や、ホエールウォッチングの池巣、サーフィンの海岸、また、中部のリゾートホテルが並んでいる。 1978年、基地から約350メートルほど海域へ、敷設されている排水管から未処理のままの資料や生活排水が海に排出され、沿岸を汚染した。1980年5月19日、ソベ海岸にある施設の排水口から汚水が垂れ流され、海を汚染していた。1988年8月8日、施設内で爆発事故が発生し、 陸軍特殊部隊隊員1名が負傷した。2006年、鳥居を飛び立った普天間飛行場所属の c h 1 5 3 e o 型輸送ヘリが、吊り下げの軍用車両をすぐ北側の戸や、漁港護岸近くの海上に落下。2009年11月7日、鳥居ステーション兵士が、ひき逃げ事件を起こす。2018年4月1日、米軍鳥居通信施設から、 夜の読谷村にサイレン音が響く。主要使用目的は通信施設であるが、近年陸軍特殊部隊の訓練施設としての使用頻度が増えている。2019年9月24日、米特殊作戦軍の2018メートル会計年度軍事建設事業計画によると、車両や武器を整備するため特殊作戦部隊用の戦術装備品整備複合施設の建設が、 進められている。インド太平洋地域での軍事作戦を実施する施設、グリーンブレーの拠点としての機能が強化されている。ありがとうございます。